お疲れ様です。まずはセールメルボルン振り返って、どうでしたか？オーストラリアに入ってから、まあ、1ヶ月ぐらい経ってて、ちょっと、まあ、参加も悩んでたんですけど、まあ、結果的にはいろんな系風から、まあ、強風波ありといろんな風、コンディションでレースできたのでガーディングしてよかったなと思っています。特に系風域で少し今までよりも走れる前を走れるようなシチュエーションが出てきたので、そこに関しては少しずつ前に進んでるかなという結果があります。チームとしては、まあ、まずはベースというところで、まあ、コミュニケーションというところに力を入れているんですけど、まあ、その中でもいやレースに出て、まあ、いろんなコンディションで、まあ、吹きだとまだ走れないところとかもあるんですけど、強風域だったりとかで、前の景色を見たりだとか、まあ、結果的に出てよかったのかなと思います。これからのトレーニングの計画とか、あと、まあ、今季どういうふうに動こうかなとか思って予定みたいなのをざっくり言っていただければと思います。予定は、もうあと2週間ぐらいオーストラリアの中で、まあ、独自にトレーニングをして、で1回日本に帰って、まあ、今の予定だと日本で少し練習してからヨーロッパの遠征に、まあ、選考会に一応なっているので、そのパルマとイエルに出場した後、まあ、多分日本でトレーニングして、まあ、そこからちょっとまだ未定とかレース出たりとか、まあ、秋のヨーロッピアンとか、まあ、その辺は出ようかなと思ってます。ちょっとまだヨーロッパに行くまでにはじゃあどういう風になってたいとかありますか？そう、ちょっとやっぱり、まあ、フルトラピーズ2人がフルトラピーズ以上のコンディションってところに今課題を残しているので、まあ、その雰囲気以上になった時に、まあ、もうちょっとレースになるようになってたいなっていうところが、まあ、今の一番の希望です。まあ、チームのコンビネーションというところはもう意識してオーストラリア中にちょっと仕上げていきたいなというところではあるんですけど、特にパターン作りだったりとか、まあ、レースで使えるようなで2人で同じ景色を見て同じ判断をできるようなベース作りに今注力をしています。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。